こんばんは、こんにちは、塩見です。ですね、今京都なんですけど、京都からですね、今から伊勢まで車を持っていくっていう回送の依頼を受けております。ということでですね、あまり通ったことがないような国道422号線という割とマニアックな道を通っていこうかなと思ってますんで、一応お借りしながら動画にしていこうかと思ってます。まずは今から京都、最近道路が無料になったトンネルを通ってですね、山科に抜けて、山科から大津抜けて1号線からその422号線に抜けて、163号線を通り、23号線を通り伊勢の方に向かいたいと思ってます。ところどころですね、ちょっとポイントでビデオ撮りたいと思ってますんで、道をたの方、私も道をたですけどね、どうぞ道をたのためにですね、ちょっと動画撮ってきますんで、よろしくお願いします。それでは行ってきます。
全部